はい、どうもこんにちは、今回はマツダ3セダンを徹底洗車していきます。今映ってるのはですね、納車時の状態ですね。納車時はやっぱピカピカですね。今回の動画の構成としてはですね、洗車初心者の友人に、洗車を、のやり方をこう解説しながら、進んでいくような動画になります。で、一応状態としてはですね、半年前に、ディーラーで、洗車したと思ってですが、その半年間は全くやってないと。で今で、映ってるのが、洗車前の状態ですね。全体的に一見綺麗に見えると思いつつも、よく見るとやっぱちょっと全体的にぼんやりしてて、特に窓はですね、ちょっとね、鱗汚れがね溜まっちゃってるんで、さてどこまで落ちるかっていう感じですね。こんな状態を今回徹底洗車していこうと思います。よろしくお願いいたします。本日はこの晴天の中、洗車日和ということで、じゃあこちらの車ですかね。もう私はこうね、いつものような感じで洗車してみたいと思います。とりあえずあれですかね、ボディ状態、でも結構ザラザラしてるね。ザラザラしてるね。窓が結構あるんだね。窓がそうですね。窓がちょっとあれだな、うろこ状になっちゃってるね、これね。そうですね。ちょっと雨とかで、結構。屋外駐車からね。なるほど。ザラザラするね。これがザラザラがツルツルになるぐらいやりますか。ありがとうございます。白も そうね、割と。工程としてはですね、はい、最初に高圧で、ざっと汚れを落として、はい、泡かけて汚れ浮かします、はい、でその後鉄粉っていう、なんでしょうね、鉄粉が刺さってるわけですよ、細かい、はい、それを溶剤で取って、おでその後水垢汚れを取ります、はいはい、そうするとだいぶかなりその時点でツルツルになってきます。すごい。で最後に今度は油汚れ、油膜汚れですね、はい、そういう油膜落としのやつをまたこうかけて、そうするとかなりすっきりすると思うんで、最後、簡易コーティング剤ですかね、はい、かけて終了かなって感じですが、はい、ちょっと窓をね、どうしようかな、これ窓結構これで取れるかちょっと分かんないんで、はい、最後窓をこうちょっと磨くかもしれない、はい、ですけど、はい、そんな感じでいこうと思いますね。はい、分かりました。はい、じゃあね、あそこの高圧ですね、まずあそこに移動しましょうか。はい、まずはね、上から下回りもね、こんな感じで、ここから泡が出ますから。はい、おお、いい泡ですね。この辺で、汚れも浮かしていきます。はい。6分ぐらい手洗いしてくださいって感じなんですけど、一旦これで細部のところを、こういうね、隙間のところまで嗅ぎ出していく。はい、ありがとうございます。地味なの、ここから大変なの、ここから、いやいや、地味な作業ですよ、
こういうね、レシオのところとか、なかなかこうね、普段洗車しないように。そうですね。いや、マツダ車はメッシュがこう細かいからね大変だね、これで洗車するとよし、で最後、よろしくお願いします。おお、細かいね、ね、よ、ね、汚れがたまりやすいんでね、はい、よし、一応のホイールも、はい、まあ、こっからかなり地味な作業ではあるんですけど、はい、意外と、はい、こっちサイドスカートはあるんですね、まあ、結構前のホイールは結構あれですね、溜まってますね。あこれで洗い流してるか、はい、はい、次はですね、はい、鉄粉ですね、車のにつくんですよ、はい、いつの間にか、特に車線路沿いとかね、はい、止めてる駐車だとつきやすいんですけども、はい、こちらをこう吹きかけてですね、はい、そうすると、はい、鉄粉ついてるところが紫色に反応するんで、まあ、それをこうねゴシゴシして、はい、まあ、落としていくと吹きかけていきますよ。はい、お願いします、はい、まあ、ちょっとボイルね、すぐにはね、反応したいんでね。あ、はい、で、結構ね、硫黄臭くなる。あ、なんか匂いが結構。そう。あ、あ、で、ちょっと。さあ、一通りかけました。これどうですか、これ。わかります、これ。ちょっと紫。ああ、本当に。これがある人は反応してるんですよ。これはね、うん、結構ついてるんですね。結構ついてるな。やっぱね、ボンネットもね、はい、つきやすいんですよ。あとね、はい、あ、今引っかけも出るんですね。まあでも、ちょっとあるけど、まあ、なんか、これとかそうだね。あ、そうです、そうです。はい、つきやすいんですよ。意外と側面もあれだね、ついてないね。あ、ちょっとあるか、ちょっとあるけどね、こうやって。あ、はい、こういうところとかね、バレンとか。はい、あ、これすごい。あー、でもやっぱりすごいね、結構やっぱちょっとついてるね。あー、どっから来るんだろうね。まあね、鉄くずとかね、あと見えないレベルで車についちゃうんですよね。でこれ放置しておくとサビの原因になっちゃうんですよ。で、まあ、あー、ある、まあまあついてるんです。そう、まあ一旦こういうのをね、こうやって軽くね、はい、撫でるように、なじませていきます。はい、よいしょ。結構今ね、こう、はい、触るとね、はい、ザラザラしてるんですけど、これがね、はい、ザラザラ感がなくなってくるんですよ。よいしょ、いいじゃん。おお、結構すごいね。はい、まあ普通の汚れと一緒に出てきてると思うんだけど、あ、ちょっとね紫だからこう、あ、やっぱりすごいですね。はい、
まあ、たまにこういうふうにね、はい、取ってあげると、まあ、いいかなと。完璧には取れないんで、はい、まあ、ある程度ね、はい、まあ、時間余裕だったら2、3週ぐらいしてもいいと思いますけど、まあ、大体2週ぐらいしたんで、はい、まあ、はい、なんで、ありがとうなかなかだね。はい、じゃあ、これで乾くとね、危ないんで、はい、あのまた水流していきます。はい、やっぱね、まあ、多少ね、結構ね、はい、臭い成分がある程度、はい、ちゃんとね、洗い落として、はい、洗いしましょう。はい、まずはですね、はい、ちゃんと、水洗いしたら拭き上げをやった方が、はい、まあ、シミになりにくいと、はい、でこれこういうね、タオルがあるんですよ、うん、吸水性がいい、はい、これでこう拭いていきます。はい、あれ、へっ、あ、でも割とツルツルしてきたかな。おお、ごめんよ。まずはですね、窓からこう聞いていきましょうか。おう、窓はそんなにあれだな、出てないか。こうやってね、こうやって結構ね、あるんですけど、おでね、拭くとこう、ほら、お一瞬でこうやってね、すげえ、天井もね、おこれ、ちょっとわかります？これ、水溜まってるじゃないですか。はい、これはね、あれなんですよ。何かこう、水垢汚れとかね、こうね、溜まってるんですよ。溜まった。そうなんですよ。だからね、多分ね、この後やる工程やると、これ、ね、水はけがさーっとね、良くなる。結構ね、これ、溜まってますね、これね。およし。次の工程ですね。これですね。この溶剤を使っていきます。これはですね、はい、プロマイド、はい、A06 って通称呼んでます、はい、これでですね、このボディに、はい、まあ、積み重なったね、水垢汚れですね、はい、さ、雨とかでね、こうなんでしょうね、蓄積した、まあ、見えない汚れっていうんですかね、はい、それをこれ酸性なんで、これ溶かしていきます。はいはい、酸性なんで逆に言うと、はい、ちょっと素手じゃ危ないんで、こういうね、ちゃんと手袋をしてね、はい、やりましょうというところです。はい、で、一応ね、見物としてはこれですね、その、はい、なんでしょう、水垢に反応するとですね、はい、白くね、こうパーッと浮き上がるんですよ。だから逆に言うと白くパーッとこう浮き上がらない場合は特に水垢がないっていう感じなんで、ちょっとそれをね、カメラマンさん、はい、撮っといてください。はい、わかりました。このね、緑がね、どれだけ黒くなるか。本線かな、はい。こうやって溶剤をね。まあ、とりあえず3本ぐらいにしとくか、はい、かけてますよ、はい、あ、結構ね、水垢があるとね、こうやってね、うん、引っかかるんですよ。おさあ、どうだ、太陽でね、意外と見にくいね、うん、あちょっとね、明るい色のが悪いけど、若干この辺白くなってるのが分かるかな。おもともとメタリックやから、そうね、分かりづらいけど角度変えると白くなってるかな。あ、これをね、何かでこうね、はい、やってこうどんどん立っていくんですよ。あ、そうするとね、すごいね、これ今結構ね、これ滑りが良くなったんだけど、これでどんどんね、取れてる証拠なんですよね。はい、じゃこれで最後はちょっと、まあ、一応水拭きをね、はい、してあげると、おお、これすごい、これツルツルですね。おお、黒だとね、分かりやすいんだよね。そうだね。でもこれ見てください、これの色が、そうだね、うん、変わってきた、取れてるんですよ。さっきあんだけね、シャンプーやったのにまだこれある、あるってことか。そうなんですよ。じゃあボンネットにかけますよ。はい、わあ、重いねこれね、はい、重いよ、結構重いか、だいたい半分ぐらいまでやりましょうか。はい、あ、やっぱりあれかな、やっぱちょっと白くなってるかな。あ、どうですか、なかなか汚れ的には結構、うん、取れましたね。取れた、ありがとうございます。いえいえ、とりあえずで、そうね、ただね、はい、
次はじゃあ今度最後油膜汚れを取ってみます。はい、次はですね、はい、次というか最後はね、はい、これですね OC っていう溶剤があります。あ、はい、OC、これはですね、まあ、油汚れですね、はい、を落とすやつです。お出しましょう。おまあね、これかけてねそんなに取れるのかいってちょっと思うんですけども、うん、まあ、これが結構ね意外と取れるんですよ。おはい、なんかこう、まあ、ちょっと今下の方ね拭いたから結構汚れてますけど、まあ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 、はい、まあ結構取れるんです。取れますね。こういったね、うん、どうですか、長岡、光が光れてますね、はい、こんな感じでね、おお、結構だいぶ取れたね。さっきね、うん、酸性溶剤でこんだけ取ったのに、ま、の油膜落としもこんだけ取れると、うん、すごい、すごいですね。すごいです。じゃあここでですね、ちょっと実験として、はい、水を垂らしていきましょうか。あ、はい、さっきこうね、洗車終わった後、こう溜まってたやつ、水、あ、そうですね、それが水になったらどうなるか、あ、どうなんでしょうか。垂らしてみましょうか、はい、じゃあまずはタンクから、はい、おお、すごい。水はけをこれ、どんどん引いてきますよね。そうですね。さっきこう溜まってたじゃないですか。そうそう。これ、どんどんこう引いていくんですよ。おすごい。これが、まあ、汚れが取れたっていう証拠証拠ですね。はい。やると、これ、そうそうそう。おすごい。おぉ、ね。勝手に引いてきますよね。これがね、割とね、汚れが取れてるっていう証拠ですね。すごい。どうしようかな、次、窓だな、窓。はい。窓を落として最後水洗い軽くして終わりましょうか、はいはいはい、今度ね最後このガラスの油膜を取っていきます、はい、これね、なんだっけな油膜取りパッドっていう、はい、まあ6600円ぐらいで売ってるやつです。これでゴシゴシやっていきます、はい、で一応ねこれ液剤がねついちゃうんでね、はい、あんまりねこう車につくとあれなんでこう、はい、ちゃんとね水洗いできるように、はい、とりあえず濡らしたものをやっといて、はい、でね、まあこうやってね、まあこれだけでも見えるかな、普通に汚れてるので、で、はい、水をつけるとね、はい、より見えやすくなると思うね。おお、なんかシミみたいな。そうね、シミみたいについちゃってね。ああ、これね、はい。これを落としていきます。はい。で、落としていきます。よし。こういうふうにやっ、あ、洗って、こういうふうにね、なんかね、なんか。結晶、うん、結晶が残っちゃう場合はこうやってねどんどん擦るとどんどんあのなくなる。あの今日あったかいからちょっとあれだね、すぐ固まっちゃうねこれね。お危険だ危険だ。塗ってなんかすぐ弾いちゃうところが汚れてるんで、ここ重点的にこういうふうにゴシゴシやっていくと、はい、そうするとどんどんねこう弾かなくなっていくんで。およいしょよいしょ。うわ、全然弾いてますよこれ。こうなるとちょっとあれだね、結構弾いてる。これはなかなか。今日はあれだな、あったかいから、うん、ちょっとやばいね。あ、結構効かない。溶剤を洗い流します、はい、ちょっと磨きますね、はい、ここら辺がね、こう残ってるんでね、まあ、
さっきよりはいいね。だいぶ、いいかな。おぉ。おぉ、きれい。だいぶあれだね。はい。端がなくなったね。はい、この後ね、撥水台を塗っていくんでね。おぉ。バツバツしよう。おぉ。この辺もね、水引きがかなりいいんだよね。おぉ、いいね。おぉ、すげえ。おぉ、ね、いいね。一通りの工程終わりまして、最後、なんですよね、コーティング？コーティング、はい。簡易コーティングですけど、塗っていきますんで。はい。どうですかね、結構ツルツルになりましたね。あ、そう、だいぶ。だいぶね、さっきザラザラしてたんですけど、はい、すごいツルツルになってる。じゃあ、今すっぴんの状態なんでね。さっき、はい、お化粧。まずはね、ボディがこの、シルクスキンっていう。シルクスキン、はい。まあ、割とね、こう、ツヤが出る。おまあ、なんでしょうね、上塗りって言いますか、ワックスみたいなの、はい、塗っていきます。はい。で窓ガラスはね、はい、こっちのこれ簡易ワックスプレーっていうやつで、ちょっと安いんですけど、はい、まあ割とうまく施工できるんで、はい、私はこれ使ってます。あ、はい、でそれでまあね、水が弾くように、はい、さっきね、水垂らすとね、一応水引いていくけどバチバチにはね、発水しなかったと思って、そうですね、はい、それをちょっと今からやってみます。はい、お願いします。はい、これあ、どうでしょう、これいい匂いなんですよ。いいですね。ちょっと嗅いでますか。あ、ほんと、あ、いいね。さっきね、硫黄とかついて。硫黄とはね、鉄粉除去剤とはね。そう。で、こういうのっていうの。そう。で、まあ、あとは最後これで専用のね、はい、クロスで体を切っていきます。もう入っていきます。すごいな、やっぱりいい匂いだから。違う、集まってきちゃった。先生、終わりました。大体どこぐらいかかりましたかね。あ、2時間ぐらいやっぱ結構かかってますね。やっぱこれぐらいかかりましたね。やっぱ、はい、どうですかこれ。結構ツヤツヤになったから。綺麗です ね。ちょっとね、窓はね限界がな、ちょっとこれ本当にね、磨いてもらった方がいいかもね。ボディはまあとりあえず100点満点じゃないかもしれないけど、まあ結構綺麗だったかなと。いや、もう新車、新車の。感じがします。感じがしますか。それとも綺麗な。そうですね。結構ね、テカリがまた戻ってきてるな感じ。そうですね。この辺のね、屋根とかすごいね。ツヤツヤだね。そうです。気持ちいい。ああね。でもね、まあ窓以外かなと思います。はい。はい、まだしょうがないですね。しょうがないですか。はい、まあちょっとまだ磨いてもらってください。はい、はそんなわけでじゃあ、はい、以上でございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。はい。